どうもしゅんです。こんにちは。どうもクイノナです。こんにちは。はい、ということで今日は、ユースピックスのプロアナとして活動されている奥井奈々さんにお越しいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。奥井さんは今アナウンサーとして活動されてるんですけども、これまでに、ファーストリテイリング社というユニクロとか GU を運営するファーストリテイリング社に入社されて、その後いろいろ活動を経てアナウンサーやモデルの活動を今されている方です。というわけでですね、今日はファーストリテイリング社に入った後の話をお伺いできたらなっていうふうに思っております。まず1年目からお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、1年目は入って、3ヶ月間本部で東京のオフィスで研修があって、はい、その後に、全員、現場に、はい、現場店舗に配属、現場で起こっていることを知らない本部のやつはいらないっていうふうに言われていて、で最初本当に1年は割とずっと店舗にいました。あの店舗の働く、店舗で働くのってやっぱ大変なんですか？大変よ大変よ具体的にどういうところが大変なんですか？私がいたところはララポートっていう大型店舗のところだったんですけど、はい、毎回在庫の、入りの量が半端じゃない。これはどこのアパレルでも一緒なんですけど、はい、自分たちでレイアウトを変えて、はい、でその本部にそのデザイン、店舗のデザイン表っていうのが本部から送られてくるので、うん、それ通りに並べるんですけど、はい、どうしても会社が決めたそういうルール、はい、ルールに絶対合ってこないので、うん、そこをどう臨機応変に対応するかで夜が明けるみたいな、でもユニクロって毎朝フルボリュームで、はい、どんな欠品ゼロでフルボリュームでオープンするって結束が必ずあるので、はい、朝が来たら必ずその状態でオープンに行けないんですよ。なるほど。ノーオプション、それだけ。それは絶対、それは絶対なんですね。ちなみに1年目からマネジメントやってました。するんですね、すごいですね、それ、で、なんですかね、経験がない状態でもう店舗の例えば店長的な立ち位置になるっていう、そうですね、店長の下につく店長補佐みたいな感じですね。そうなんですね、それ結構すごいですね。で、2年目から店舗を離れて本部の方に行くんですか？そうですね、行ける人は、行きたい人しか行ける人は本部に行く。店長になったら、その後の、職種が選べるっていうのもあるんですけど、でもなんか普通にその店長になってない人でも人事に移動したりとか、それはいろいろ偶発的に起こってましたね。基本的には店舗のやっぱり、ルールを学んで店長になったら、はい、あとは本部のキャリア。なるほど。ファーストリテイリング社さんの魅力って何ですか？やっぱ日本一の経営者の柳井正のもとで、はい、なんかね、全てのシステムがやっぱね、めちゃくちゃすごいんですよ。在庫システムも、はい、あんなに量があってたくさん新作入ってくるのに、私みたいな新米の店長補佐でもある程度はマネージャーできるぐらいのシステムが店舗整っていることもすごいですし、はい、デザインも最先端ですし、なんかいろんな、まあ、社長をはじめいろんなところですごい技術に触れ合えるっていうのは魅力ですね。そういう、まあ、いわゆる日本一のカリスマ社長の下で経営が学べるっていうのは若いうちから、はい、ユニクロしかないんじゃないですか。具体的にユニクロに入るために具体的にしたこととかってありますか？ユニクロに入るためにしたこと、まあ、やっぱり自分たちが働いちゃうと自分たちの視点でしか見えないので、はい、お客様目線で見るためになんかいろんな店舗ユニクロ巡りとかしましたね。ロンドンとかシンガポールとか、はい、海外の店舗を見に旅行ついでに行きましたし、はい、その会社のことをお客さん目線で見てましたね。2年で何でやめたんですか？なんかこのままユニクロにいてもユニクロの知識はつくけど、はい、他の知識はつかないなと思ったんです、はい、一歩外に出た時にやっぱ何も知らない自分が怖くて、もっと他のことをやりたくなったって言ったら素直かな。ユニクロの中で自分のキャリアを終わらせたくなかったっていうのはある。全ての大学生、就活生に向けてなんかアドバイスみたいなのがあればお伺いしたいなっていうふうに思います。はい、答え合わせはやっぱ自分軸でしかなくて、うん、親がこう言ってるとか周りがこうやってるから自分もこうやらなきゃいけないっていうのは絶対ないので、うん、自分が愚直にしたいことを
やった方がいいと思います。それで自分が幸せだったら、うん、もう正解じゃないですけども、うん、あと、悩んで迷って何もできないってこもってるって暇があるんだったら、なんか会社って割とどこ行っても一緒なんですよ。小売もアパレルも、小売もアパレルもメーカーも、はい、多分働くって最初はどこ行っても一緒だと思う、やること、はい、だから悩んでる暇があったらえいやって飛び込めばいいと思う。なるほど。下の概要欄に奥さんの SNS を貼ってあるので、よかったら覗いてみてくださいということで、すごい勉強になる話をありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今日の動画は終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな。どうも、しゅんです。2月22日、石川県の金沢市文化ホールっていうところで、SDGs 金沢企業パークという就活イベントに参加します。12時から大学生がやるべきことをテーマに僕も講演をさせていただきます。ぜひ概要欄から参加をお願いします。よろしくお願いします。